Meow. ゲートも少し距離があるね。みんなからもらった翼で羽ばたいていこう。翼で羽ばたくと魔力を消費するわ。着地していれば魔力が回復するから、時々地面に降りて羽を休めていきましょう。空を飛べるなんて夢みたいだよ。イーリスを見ていてずっと羨ましかったんだよ。あたりに魔物がいるわね。アークリッチが偵察のために送り込んでいたのかしら。
体に刺さっているもの。大きな魔法剣。先代の聖騎士が邪竜を封印するために突き刺したのね。聖なる力で邪竜を石にしている。邪竜、こんな大きな魔物、私たちの世界で暴れたら町や村なんてひとたまりもないよ。ええ、でもまだ封印されている。早くアークリッチを倒しましょう。 Thank you.
の魔法剣。あれに私の魔力を送り込めば、奴の動きを止められるかもしれない。地面の魔法剣だね。わかったよ。いいです。ええ、伝説の聖地、私たちの力を貸して。Thank you.
私たちの世界に繋がってるゲートがないよ。もう閉じちゃったの。ずっと先から光の波動を感じ、きっと邪竜が目覚めた時に蹴飛ばしてしまったんだわ。急ぎましょう。わかった。防御なしで一気に突っ込元の姿に戻りながらゲートに突っ込むことになるわ。擦り傷や骨折くらいは覚悟しなさいね。それくらいは骨折。向こうには魔法使いもいるから、回復の魔法をかけてもらえば死ぬことはないでしょ。あなたは大切な人たちと共に幸せになりなさい。
お姉ちゃん、妹離れできてよかったね。おめでとう。